人間。人間をついばむカラスはすぐ殺せ。でもそんなカラス見たことないよ。カラスは人間が近づくと逃げていくよ。見たことがないならいい。だけど見つけたらすぐに殺せ。なんで？俺がまだ幼かった頃、まだ祖父のする昔話が面白いと感じていたあの頃、もう少しで夢の世界に入ろうかという時、祖父はこの話をするのだ。人間をついばむカラスはすぐ殺すんだと。なんでと理由を聞くと、祖父は押し黙ってしまい、そのうちに俺は眠りにつく。翌朝になると、不思議と心に残っていないというか、改めて祖父に尋ねることはなかった。バジリスクという海外の化け物がいる。某魔法使いの物語でかなり有名になったと思うが、これによく似た東北の化け物を知っているだろうか。似ているというのは語弊が生じるかもしれないが、とにかく生まれ方は似ていると思う。それと俺の故郷は東北のとある町だったから、関西のブラック差別というのはよくわからない。〇〇ブラックという言葉は一般的に使われていて、もちろん差別の対象になんかならなかったから、単なる地区の名称として使われていた。前置きが長くなってしまったが、俺の住む部落にだけ伝えてこられた話がある。人間をついばむカラスはすぐ殺せというものだ。話は遡って、俺が高校生の頃のこと。人間をついばむカラスが見つかった。これから殺しに行くから、お前も手伝え。嫌だよ。部活で疲れているんだ。それにカラスなんて、放っておけばいいじゃないか。ダメだ。部落の男が、総出でカラスを探しているんだぞ。お前も探してくれないと困る。まあ、大都市よりの祖父が行くのに、若い俺が行かないっていうのはないかな。そんなことを考えながら、俺は軍手をつけて、大きめの草刈り釜を渡される。じいちゃんからは、汗と、畑仕事の後の独特な香ばしい匂いがした。じいちゃん、畑仕事した後はちゃんと風呂に入れよ。臭いよ。今日は声だめ使ったからな。臭いのは仕方ない。風呂入っても声だめの匂いは取れないんだよ。そんな話をしながら、祖父と俺は近くの林まで歩く。この頃の田舎道と言ったら、爽やかな青草の香りと強烈な肥料の香りが混ざり合って、くっさいという表現がぴったりだった。おお、やっと来たかい。カラスはまだ見つからねえから、おめえらも頑張ってくれよ。林について最初に見つけたのは、部落長の総留さん。みんなからは親しみを込めて、留吉っつぁんと呼ばれていた。留吉っつぁん、お晩です。例のカラス、この林で見つかったの？んだよ。じいちゃんから聞いてねえのか？
ここで昼間に子供たちが襲われたんだよ。どうやら夏休みで林で鬼ごっこをしていた小学生がカラスに襲われたらしい。この林は俺も幼い頃よく遊んだ林だった。かつては自分の背丈ほどもあった林の草はもう胸の高さにも届いていなかったのだが、祖父もとめきっさんに軽く頭を下げ今の状況を聞いた。とめきっさん、部落の男は来れる奴はみんないるんだろ。獲物がいるのにカラスは襲ってこないのか。人間を襲うのはバカガラスのはずだろ。そうなんだよな。子供が襲われてからすぐどっか隠れてしまって出てこねえんだ。まあ焦ることはねえよ。本当に人間をついばむカラスならすぐ我慢できずに出てくんだ。話を聞くと普段のカラスは相当なアホのようだ。人間を見つけると狂ったように襲ってくるらしい。手で払っても逃げないから草刈り鎌で簡単に倒せるそうだ。とめきっさん、なんでそのカラスは殺さないとダメなんだ？放っておいていいんでないの？じいちゃんに聞いても教えてくれないんだ。まあなあ、教えてやってもいいんだけど、お前まだ学生だべ？あんまり難しいことは気にすんな。口で伝えるのはダメなんだよ。見せないと。見せる？そのカラスを？ちげえよ。なあ、とにかく口で伝えるのはダメなんだ。二十歳になって、まだこの部落に住んでいたら見せてやるから。俺は、とめきっさんと一緒にカラスを探しながら、林の奥にある森へと進んでいた。祖父は、俺たちとは別の方向を探している。森の中まで入ると、もう畑の肥料の匂いはしなくて、夕暮れ時に特有の涼しい草の香りでいっぱいだった。部活で疲れた体に心地がいい爽やかな青草の香り、涼しい風と、まだ夜にならないからか遠慮がちに聞こえてくる虫の声だから、その時は危機感なんてまるでなかった。言うなれば、部活で疲れて、だるい体の回復時間。しかし、この気分を壊す怒号が聞こえるのだ。なんてことしてくれたんだ、この草尼が。なんて大馬鹿なんだ。聞こえてくるのは、自分たちがいる位置から東。夕日が沈むのと、だいたい逆の方角だった。じいちゃんの声だ。だな、何事だ？声が聞こえるってことは、すぐ近くだ。こっちから。おい、じいちゃん、どうしたんだ？草をかき分け、東へと進む。祖父の姿は、すぐに見つけられなかったけど、誰かのことをクソアマなんて言う祖父は、後にも先にもその時だけだったから、すごい異常事態だってことはなんとなく分かっていたんだけど。うわぁ、死んでる。じいちゃん、この人死んでるよ。そう叫んだのはもちろん俺。まさか、
首吊りの自殺死体を見るとは思っていなかったから。死んだ後、どのくらい時間が経っているんだろうか。頭部は剥げ散らかり、着ている服からでしか女性であることがわからないほど、首吊り遺体は腐敗していた。爽やかな青草の香り？そんなものを感じていた自分は、一体どこのバカだろう。初めて嗅ぐ、人間の腐った匂い。臭い、腐った匂い。ゆらゆら揺れるその遺体に、祖父は罵声を浴びせていたのだ。この野郎、よそ者が、クソ甘が、と。何やってんだよ、じいちゃん。死んでるじゃん、この人。うわ。近寄ることができない俺を追い越して、とめきっさんが一歩踏み出す。半ばパニックになって、とめきっさんの存在を忘れていた。とめきっさんは何も言わなかったけど、死体に向かって持っていた草刈り釜を投げつける。彼もまた怒っていた。どうしたんだよ、二人とも。死んでるってこの人。どうする？どうすればいいんだよ。この、クソ、もう遅い。カラスが見つからないのは、このせいだ。こいつのせいだ。何が正しくて、何が間違っているのか。高校生の俺には判断できなかった。祖父ととめきっさんの声を聞いて、次第に部落の男たちが集まってきたが、同じように罵声を浴びせるジジイもいれば、俺と同じで、首吊り死体を直視できない中年のおやっさんもいた。もう夜が来る。多分明日だ。みんな、できれば今日中に、雲を見つけるんだぞ。よほど興奮しているのだろうか。とめきっさんは、唾を撒き散らしながら、皆にそう告げた。俺たちは、ぞろぞろと森を抜けて、林を抜け、家に帰る。玄関先では、俺の父が帰りを待っていた。父は、仕事から帰ってきたばかりらしくて、まだネクタイをしていた。祖父から事の顛末を聞いた父は、明日すぐ蜘蛛を殺すと言っただけで、俺に声をかけることはなかった。聞きたいことは山ほどあったが、尋ねることはできなかった。翌朝のことだ。いくら田舎の高校生とはいえ、朝5時に起きるほど健康的ではないんだけど、父から叩き起こされた。これからドスコイ神社に行く。ふざけた名前の神社だけど、通称ドスコイ神社。部落の子供が必ず一度はその敷地で相撲を取って遊ぶことから、その神社はドスコイ神社と呼ばれていた。昨日のことで？そうだ。人間をついばむカラスのことだ。ドスコイ神社にあるんだ。お前はまだ若いし、怖がらせたくはなかったんだけど。まあ、でも二十歳になったらなんて、目安でしかないからな。お前は歳の割には妙に落ち着いているから、見せても大丈夫だろう。父ちゃん、今日は仕事休むの？ああ、お前も今日は部活は休め。
父からポンと濡らしたタオルを顔に向かって投げられる。洗面所にも行かせてはくれないらしい。すぐ身支度をしてドスコイ神社へと向かう。朝5時に起こされたとか、大会が近い俺に部活を休めとか、普通だったら俺が怒っても不思議じゃないことはたくさんあったけど、皆が過剰に反応する人間をついばむカラスの正体がとうとうわかるんだという期待に、些細なことは気にならなかった。父ちゃん、人間をついばむカラスって妖怪かなんかなの？カラスはカラスだ。ただの鳥だよ。それにな、もうカラスじゃないんだ。俺たちが殺さないといけないのは。殺すって。ほら、もうドスコイ神社だ。あの本殿の中にあるから。俺に聞かれてもうまく説明できないし。俺だって。あ、いや、なんでもない。いつの間に預かっていたのか、父はごつい鍵を取り出して、本殿の鍵を開ける。扉を開けると、ほんのりと炭の香りがした。本殿の中には、ご神体なんてなかった。いや、ご神体どころか何もない。ただの部屋。何もないけど。何もないか。ああ、何もないよ。いや、何もないから。え？その時、懐中電灯の照らす先に、かすかな、しかし確かな違和感。茶色のはずの本殿の壁が、ところどころ黒いのだ。経年によるシミか？いや、そうではなかった。明らかに人為的な曲線。壁一面どころか、天井にまで描かれている大きな絵。これは絵だ。壁をなぞるように光をはわせ、その絵が何なのかを見る。その物語は、右の壁から奥の壁に、左の壁を経由して、天井で終末が描かれていた。墨で描かれた真っ黒な鳥。その鳥が作る漆黒の巣。その巣から生まれる真っ黒な卵。その卵が割れると、そこから血しぶきを上げる真っ黒な。人間？周りに描かれた普通の人間を、その黒い人間が蹂躙している。そして最後は、その黒い人間は、無数の雲に囲まれ、大きく両腕を広げていた。信じる信じないとかではなくて、それ以前の問題だった。ただ、その絵が正常な人間が描いたものではないことくらい、美術の成績が2の俺にも分かっただけだ。何この絵、気持ち悪い。神社の入り口の石碑な。あれ、流暢な文体で読めたもんじゃないが。もう高校生だからなんとなく分かるだろう。口伝はダメだという口伝。そう書いてある。だから、絵で伝えようって？そう。お前はがっかりするかもしれないけど、じいちゃんも、とめきっさんも、本当のことは知らないんだよ。だけど、昔の人は厳しかったからな。
お前よりも父ちゃんが、父ちゃんよりもじいちゃんが、カラスを怖がるのはしょうがないんだ。つまるところこの絵は、先人たちが描いた化け物への防衛策。父ちゃん、この絵、伝えたいことは大体わかるけど。でも、わからないよ。そうだろうな。俺もそうだった。教えてよ。お前がこの絵を見て思うことが全てなんだよ。口伝はダメなんだ。お前なりに解釈して、部落の飲み会で自分の考えを語り合って、怖がって、それを繰り返すうちに、人間をついばむカラスは殺さないといけないと、みんな思うようになるんだ。だけどな、これだけは口で伝えることになっているんだ。そう言って、父は人差し指を下に向ける。つられて下に懐中電灯を向けると、大きな太い字で、人間と書いてあった。人間？違う。これは人間と読む。これから滅ぼすんだ。正確には人間をついばむではない。カラスは髪の毛を狙っているのだ。人間の髪の毛だけで黒の巣を作るために、そう思った。その日の夕方には、部落の家という家の玄関先に、蜘蛛の巣が張られていた。ミニトマトを育てる時なんかに立てる、支柱を二本地面に刺して、その間に救わせていた。変な宗教団体みたいだ。理由を知らなければ、誰だってそう思うだろう。しかしまあ、よくみんなうまい具合に蜘蛛の巣を張ったものだった。必死になればな。こうしないと死ぬかもしれないって思ったら、意外とできるものだ。あの絵の通りなら、人間を殺すのは蜘蛛ってこと。そうだな。みんながそう思っている。あの絵を描いた人、頭悪いね。文章で残せばよかったじゃないか。その通りだな。だけどきっと、文章では残せなかったんだよ。父と俺は、ひときわ大きなジョロウグモを捕まえて救わせた。祖父はというと、他の家の蜘蛛の巣作りを手伝っていた。うちの蜘蛛より大きいのは、とめきっさんのとこくらいだね。父は小さく、そうだな、と言うと、さっさと風呂に入ってしまった。いつもよりも無口なのは仕方ないだろう。こんな日なんだから。その日の夕飯は、夜九時近くになってしまったが、その時間になっても祖父は帰ってこなかった。正直俺は、人間なんて信じきれていなかったから。じいちゃん、まだ頑張ってるのかね、と、半ば呆れていたのだが。大変だ。やられた。とめきっさんがやられた。人間だ。真っ青な顔をして、白いシャツに鮮血をつけた祖父が、勢いよく茶の間に駆け込んできた。固まる母と俺を尻目に、父はゆっくりと箸を置き、頭をポリポリとかいて、祖父にまず落ち着くように促した。
親父、どういうことだ？とめきっさんはどうなってる？死んだ。完全に死んだ。これを見ろ。とめきっさんの血だ。まずいぞ。雲じゃない。人間は雲じゃ殺せないんだ。落ち着けって。とめきっさんの家族はどうした？あそこには小さな孫もいたはずだろ。父は努めて冷静だった。パニックに陥っている祖父の断片的な話を紡ぎながら、事実確認を急いだ。家族はみんな公民館に逃げてきて無事だった。だから公民館で、見回りから帰ってきた俺に、とめきっさんの様子を見てきてくれって。とめきっさんはやられてた。やられてたって、どんな状態だったんだ？穴だらけだった。血が吹き出していた。祖父がその時思い出していた光景はどんなものだったんだろう。祖父はその場で嘔吐した。カン、カン、カン。消防の鐘が聞こえた。部落の住民全員に知らせる緊急事態の鐘の音。公民館に行くんだ。今日はみんなで集まるんだ。守るんだ。そう言ったのは祖父だったか、父だったか、母だったか、それとも俺だったか。それを覚えていないのは、その直後の衝撃が大きすぎたからだ。父ちゃん、なんか匂わない？ああ、なんか臭いな。これ、最近嗅いだことのある匂い。これって。最近どころじゃない。昨日嗅いだ。死んだ人間の腐った、臭いあの匂いだ。じいちゃん、死んだ人の匂いがする。俺じゃない。この匂い、外からするぞ。父は勢いよく立ち上がって、物置へと走った。母は相変わらず呆然自失で、身支度をするでもなく座ったままだった。ドンと玄関の戸を叩く音が響く。何事かと思って、祖父も俺も戸の方を見て固まる。一瞬の静寂。人間？今まで黙っていた母が、そう言った瞬間だった。ドン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 。正常な人間だったら、こんな戸の叩き方はしないだろう。ドンドンバリン。そうだ。戸が壊れたのだ。俺たちが今いる茶の間は、玄関から廊下と襖を挟んですぐだったから、それが目の前に現れるのもすぐだった。人間は存在した。うわぁ、化け物だ。人間だ。人間の形をした人外の化け物。その体は絵の通りに真っ黒だった。その腐ってただれた体には人間でいう左腕がなかったが、その代わり右腕の動きが異常だった。その動きをどう言い表せばいいのかわからない。多分どんな単語を組み合わせても表現できない。こんな化け物を雲で殺せるなんて本当に思っていたのか？人間を見て、本当のパニックに陥ったのは母だった。叫びながら
両手を胸の前で合わせ、もはや立つことすらできなかった。人間はその顔を、人間では考えられない角度にぐるりと回転させ、明らかに祖父に狙いを定めた。祖父は動けないでいた。どけ、離れろ。その時だ、父がバケツいっぱいにガソリンを汲んできて、人間に浴びせたのだ。人間は微動だにせず、その触手を祖父に伸ばしたが、父が火をつけると、まるで人間のようにもだえながら、廊下に転がった。これが幽霊とかじゃないなら、これで死なないとおかしい。殺せるなら死なないとおかしい。息を切らしながら、父は呪文のようにつぶやいていた。転がる人間は叫ぶこともなく、空気の抜けていく風船のようにしぼんでいき、炎とともに消えた。何だったんだ。祖父はやっぱり年寄りだから腰が抜けて動けなかった。俺は公民館に行くよう、ことの顛末のメッセンジャーの役目を頼まれた。父と祖父は多少なり残った火を完全に消して、その時の母はというと、まるで使い物にならなかった。はじめは信じられないでいた部落の住民も、俺の家の有様と、とめきっさんの遺体を見たら何も言えなくなった。翌朝のことだ。繰り返しになるが、いくら田舎の高校生とはいえ、朝5時に起きるほど健康的ではないんだけど、父から叩き起こされた。疲れているだろうが悪いな。これからドスコイ神社に行く。昨日のことで。昨日の朝と全く同じやりとり。しかし神社への道すがら父は教えてくれた。あの絵な、俺は前から思っていたんだ。雲が人間を殺すんじゃなくて、雲を目印に人間が襲うんだと。もちろん他の人にも言ったさ。じいちゃんにも、とめきっさんにもな。でも誰も同意してくれない。なんで俺以外そう思わないのか不思議だった。あの絵の描かれ方だと、まるで雲は人間の手下って感じだろ。そう言われるとそうとしか見えないかもしれないけどさ。そうして父と俺は改めて神社に描かれた絵を見る。父ちゃん、俺今思ったんだけどさ。なんだ。この話って天井から始まるんじゃないの。この絵は右の壁から読むと、カラスが産んだ卵から血しぶきを上げる人間が帰り、人間を襲いまくって、最後には雲に倒される話になる。だが、天井から読むとどうだ。雲を従えている人間は人間を襲い、最後にはカラスの産む黒い卵で血しぶきを上げて死ぬ。そんな話になる。本当は逆だったんだ。父はぽつりと言った。人間をついばむカラスが人間を産むんじゃない。そのカラスの卵が人間を殺す卵だったんだ。本当にそうなのか、本当は違うのか、それは今でもわからない。あれ以来人間どころか、
人間をついばむカラスも見つかっていないから。だけど多分本当だ。だって、あの時の人間はもう現れないから。最後に、部落の子供たちに、人間をついばむカラスはすぐ殺せと、そう教えることはなくなった。むしろ、カラスは放っておくようにと、そのように教える大人が増えている。部落で毎年行われていた、カラス追い祭り、なる祭りもなくなった。今の部落の長は、人間に殺された、トメキッツァンの息子。彼もまた、皆から親しみを込めて、トメキッツァンと呼ばれている。後日談。トメキッツァンの葬式は？今日明日は無理だろうな。ドスコイ神社からの帰り、父と俺は、トメキッツァンの葬儀の心配をしていた。俺は見ることは叶わなかったが、昨日の夜のうちに、父はその凄惨な遺体を見てきたらしい。葬式には、トメキッツァンの親戚も来る。お前はもうわかっていると思うけど、絶対に言うなよ。この部落に住んでいない人間には、教える必要はないし、口で伝えるのはダメなんだ。なんで？言わせるな。言わなくたってわかるだろ？また、口伝はダメだという口伝か。くだらない。それでトメキッツァンは死んだというのに、なんで口伝はダメなんだよ。きっと、理由があるんだよ。俺の心の中を見透かしたかのように、父は優しい口調で言った。家を直さないとな。ガソリンじゃなくて灯油にすればよかった。俺最初、父ちゃんだけ逃げたのかと思ったよ。何にも言わないで物置行くんだもん。バカ言うな。お前だけならともかく、母ちゃんもじいちゃんもいたんだぞ。俺だけ逃げるなんてできるわけないだろう。もちろん冗談。あの場に父と俺だけしかいなかったとしても、父は逃げたりはしなかったろう。家に帰ると、駐在さんが玄関口で待っていた。よほどイラついているのか、足元にはタバコの吸い殻が散乱していた。父は駐在さんのことを赤坊主と呼んでいた。いつも赤のインナーシャツを着て坊主だからでもなく、いや、実際そうだったのだが、なんというか、控えめに言って、父と駐在さんの仲は最悪だった。おいこら赤坊主、そこは家の敷地だ、タバコを拾え。父と駐在さんは同級生だと聞いていたが、その日は父の方が優勢だった。前の日の夜、恐怖に駆られ、一番早く公民館に逃げ込んでいたのが、あろうことか駐在さんだったからだ。朝っぱらから何の用だ。仕事しろ。うるさいよ。俺だってお前のところなんか来たくなかった。駐在さんはタバコを取り出して火をつけると、大きく一回吸って俺に向かって煙を吐いた。俺も駐在さんが大嫌いになった。赤坊主、今すぐ帰るなら許すから、すぐ駐在所に戻れ。昨日、俺の家の中は見せただろう。今さら警察じみた真似するつもりか？お前はいつだって俺をバカ扱いするんだな。
俺だってこの部落の人間だ。俺だって、とめきっさんの死に様は見た。何がとめきっさんを殺したかくらいわかってる。お前の親父さんにどうしても聞きたいことがあってな。でも、部屋から出てきてくれないから、お前を待っていた。それにしても、お前の嫁さんは何だ？昨日のことさっぱり覚えてないじゃないか。もう帰れ。駐在さんを言いまかす父は爽快だったが、次第に二人は俺にこそこそ聞こえないように話し始めた。父の表情が変わり、俺をちらちらと見て、駐在さんは相変わらず煙を吐いていた。赤坊主、とりあえず帰れ。俺は見ていないから意見は控える。親父には俺から確認する。そうしてくれ。駐在さんはいかにも不機嫌そうな顔をしていたが、今日の父には勝てないらしく、足元のタバコを足で適当にまとめて手のひらに包んで帰っていった。昼飯時になっても祖父は部屋から出てこなかった。母はというと情けない話だが、本当に昨日の晩のことを覚えていなかった。そうでなければ母も部屋にこもっていただろう。本当なのよね。そうでなきゃ、家が焦げてるのおかしいもんね。昼飯の後、父と俺は林に向かっていた。林のとこ行くぞ、と言われたから、てっきり大工の林さんのところに行くものかと俺は思っていたのだが。父ちゃん、林って、林さんのことじゃなかったの？紛らわしい言い方しないでよ。カラスが出た林の方だ。探すの？確かめるんだ。林の前で、旗と足が止まってしまった。いろんなことが重なりすぎて、思い出すまで忘れていたけど、林の先の森の中には首吊り死体がある。正直、あの匂いはもう体験したくなかった。珍しく赤坊主が仕事したらしくてな。一昨日のうちに首吊り死体は片付けたそうだ。本当にあの駐在さんがフラン死体を片付けられたのかは不安だったけど、父を信じて林を越えて森に入った。いいか、真上を探そうとはするな。斜め先を見上げるんだ。わかってるよ。俺だって鳥の巣を見つけるのは得意だった。強がりを言ったものの、大きくはない森とはいえ、鳥の巣一つ見つけるのがどれだけ大変か想像してほしい。その上、昨日の今日でこの森の中だ。ものすごく怖いんだ。カラス、飛んでないね。あんまり背の高い木はないな。カラスは高い木に巣を作るんだ。それ、見つけるのって無理じゃないの？探して見つけられなかったら仕方ない。探すだけ探してみよう。父に言われた通り、斜め上を注意して探しながら、とうとう黒い巣を見つけた。驚くことに、俺でも背を伸ばせば手の届く高さの枝に、髪の毛の塊があったのだ。もしかして、これ？
もしかしなくてもそれだった。本当に髪の毛だけで作られたその巣の中には、まるで人間が作ったような艶のある漆黒の卵があった。しかも、鶏の卵ぐらいに大きいのだ。よく見つけられたね。必死になればな。こうしないと死ぬかもしれないと思えば、意外とできるもんだ。いつぞや聞いたそのセリフは、その時は何のことかわからなかった。卵は持ち帰った。さすがに家に帰った頃には、祖父が部屋から出てきていたが、黒い卵を見るなり、ギャーッと叫び声を上げて、また部屋にこもってしまったが。割るぞ。え、割るの？割る。神社の絵に従うなら、この卵を割って、人間の最後だ。ガソリンかけて滅ぼすことができたのなら、それに越したことはないが。さすがに、割るのは怖いね。人間が出てくるかも。父はくすりと笑った。俺が冗談で人間が出てくるかもと言ったのが分かっていたから。この卵が割れていないのが何よりの証拠だな。人間はカラスの卵からは生まれない。でも中身は気になるよね。何が入ってるんだろう。父はまさかのグーパンチで真上から卵を叩き割った。勢いよく割ったのはきっと父も多少なりと怖かったからだろう。何も入ってないな。なんか入っててもグーパンで叩き割ったら潰れちゃうでしょ。いやいや、本当に何にも入ってない。ほら、拳も綺麗なまんまだ。ちょっとあなた、廊下に何塗ったの？その時だ。母がつま先立ちで茶の間に入ってきた。廊下にペンキでもこぼしたの？真っ黒なんだけど。父と俺は顔を見合わせ、そういうことかとうなずいて、母を安心させるためにこう言った。うん、ペンキをこぼしちゃったんだ。何も匂いはしなかったから、腐った匂いはしなかったから。その日の晩だ、父はこっそりと教えてくれた。朝な、赤坊主の野郎が来ていただろ。あいつ、首吊り死体には、最初から左腕はなかったのかって。もう終わったことだから、じいちゃんには言うなよ。俺は強くうなずいて、その夜はよく寝た。とめきっつぁんの葬儀は、部落を挙げて行われた。とめきっつぁんの親戚も来ていたけど、遺体を見せることは決してなかった。彼は不運な事故で死んでしまい、今もそういうことになっている。その後、紆余曲折があって、ドスコイ神社のあの絵は書き換えられた。描いたのは大工の林さんと駐在さん。彼は画札に見えて、繊細な絵を描くものだと父と感心した。ただ、大きく変わったことが一つだけ。絵以外は何もなかったドスコイ神社の本殿には、立派な御神体が置かれた。まるで人間が作ったように美しい漆黒の卵だ。父と俺が見つけた卵は二つあったから。
口伝はダメだという口伝。もう人間が現れないなら、どすこい神社は、ただの神社になるのだろう。誰も伝えないのだから、きっとそうなる。真っ黒い手紙。5月19日、11時59分。最近ポストの中に、白い封筒の中に黒い紙が入った手紙のようなものが届きます。もともとの黒い用紙ではなく、明らかに黒のサインペンで塗った形跡があります。宛名も、差出人も書かれていません。私は専業主婦で子供がおりますが、気味が悪く、主人も心当たりがないようですし、もう少し様子を見ようとのことです。これって何かのおまじないでしょうか？誰かご存知の方がいらっしゃれば教えてください。お願いします。5月20日15時14分。ご意見をありがとうございました。その手紙は今回で2度目です。最初の手紙は10日前でした。アドバイス通りいろんな形で透かしてみましたが、何も書かれてはいません。一度塗りではなく、何度も何度も塗られています。裏もです。白い部分は残されていません。手紙もきちっと封をされていて、塗り方といい、すごく几帳面な方のイメージがあります。地元の交番には届けました。見回りもしてもらえますけど、小さい子供もいるので不安です。防犯カメラを取り付けようと警備会社にも連絡をして、明日見に来てもらう予定でいますが、カメラを見つけると逃げてしまう可能性があるため、犯人がわからずじまいという結果も大いに不安です。車の中で夜見張るということも考えています。5月22日、5時19分。先ほどまた進展がありました。車の中から見張るつもりで、子供が寝た後、車で待機していたのですが、あまりにも怖くて、結局玄関で布団を敷いて待つことにしました。3時頃、防犯のために敷いてある砂利の音がしました。人を察知すると自動につくライトもついています。音によると、一人ではなく、数人です。ポストに何か落ちる音がしたので、例の犯人ではないかと思っています。怖くて、まだ確認はしていません。主人の目が覚めた時に、撮ってもらおうと思っています。もっと怖いのは、ポストに何か入れた後、何か短く、ボソボソとつぶやいていたんです。普段話す抑揚のある話し方ではなく、何かお経か念仏のような感じ。かすれたような声を押し殺した感じだったので、性別はわかりません。しばらく怖くて身動きが取れませんでした。中を確認したら、また、相談に乗ってください。警察には連絡する予定ではいますが、怖くて手が震えます。子供は小学生と園児ですけど、子供は関係ないように思います。というより、そうであってほしくありません。5月23日、
23時2分。今回、三通目の件で、近所に住む主人の両親と家族会議をしました。主人も両親も心当たりがなく、とりあえず警察に任せようという結果になりました。手紙の内容ですが、ちょっと怖いので後で書けたらと思います。私もずっと考えていたんですけど、ちょっと気になることだけ書いておきます。他の方からのアドバイスで、ご近所の方に相談をとありましたが、親しい近所付き合いはありません。私は、とある地方都市からこちらの田舎に嫁いできました。車も頻繁に通りますし、車で5分くらいの場所にもスーパーがあって、新興住宅地もできつつあるところですけど、この地区はなんだか閉鎖的な場所なんです。お葬式とか行事に参加してみて分かったんですけど、とにかく味わったことがない雰囲気なんです。主人の父親は隣の地区にいるんですけど、我が家に同居を願い出た時、ここの地区だけは入りにくいからと、拒否したくらいなんです。60代、70代の方が多くて、名字もほとんど一緒。若いご夫婦もいますけど、すべて身内で、100人くらいの村です。住んでから随分と経ちますが、今でもゴミのチェックとか監視がすごいんです。5月23日、23時29分。たまに、少し精神的に病んでいるおじいさんが私を見つけると、怖い形相で何かを言ってきます。それも距離を空けて。でも、こんな手の込んだことをしそうにはありませんが、主人の浮気は絶対にありえません。それと、我が家の周りは畑だから、騒音問題でもありません。夜はひっそりとしていて、少し怖いくらいなんです。私は、密かに近所を疑っています。主人にはまだ話してはいません。なんだか、拙い文章で申し訳ありません。もう怖いです。もう主人も寝てしまったし、今本当に思い出しても、怖くてこれ以上は書けません。ごめんなさい。日中の明るい時間にもう一度書き込みます。皆さん、本当にありがとうございます。5月25日、17時54分。書き込みが遅くなりました。そして、たくさんのアドバイスをありがとうございます。三通目の件ですけど、今回は手紙ではなくて写真でした。今までと同様、黒く塗られていましたが、表のみで、裏は白いままでした。ですので、強い光に当てれば、うっすらと見えます。これでも、はっきりとは見えないので、憶測になってしまいますが、椅子に座っている女性のようです。スカートを履いています。写真館で撮影したものでしょうか。ただ、写真自体は新しいものではなく、少しくたびれたような感じなんです。写真も従来のものよりも小さめで、うまく表現できないのですが、祖母の家で見た昔のアルバムの中にある写真のような年代を感じます。写真のような紙質だと除光液で撮れそうですけど、何と言えばいいのか書くのが怖いんですけど、顔の部分だけ削られているんです。
怖いですよね。5月25日、20時35分。その写真は地元の交番に届けましたが、思い切って警察署に行けばよかったかなと後悔しています。もし犯人が村の人だとなれば、考えすぎでしょうか。昼夜問わず見回りはしていただいております。今のところは不審者はいないとのこと。同様の事件の相談もないとのことです。家は新築です。主人が結婚する数年前に建てたものです。私が最も苦手とする村の行事の一つに、〇〇祭りというものがあります。真っ暗な洞穴に入って、村の老人たちが集まって、ろうそくの明かりだけで念仏を唱えます。その間、長い数珠をみんなで持って回していくんです。若い人もいないし、伝統的な行事だと思うのですけど、私は怖いんです。おまけに越してきてすぐ、近所の奥様は自殺をしてしまうし、前に書いたおじいさんの罵倒といい、まさに小説の世界で、妊娠中の私には耐え難かったです。主人に相談し、2年前から欠席をしていますが、ここにいればいずれ役は回ってくるでしょうね。それと、防犯カメラを取り付けました。探偵も考えています。警察は何かないと動いてはくれませんから。自分のできる範囲で犯人を探せたらと思っています。5月27日、6時17分。たくさんの質問に答えられなくて申し訳ありません。主人にはもちろん相談しています。ただ、私に比べて危機感は少なくて、確かに気味悪がってはいますが、警察に任せようとのことです。私一人がこうして騒ぎ立てているだけです。こう書いてしまうと主人が怪しまれそうですが、私の勘では一切関係ありません。この閉鎖的な村には馴染めなくて、早く引っ越しをしたかったのですが、いつも主人に反対されていました。これを口実に出られたらと思います。村の悪口をたくさん書いた形になりましたが、よそ者を受け入れてくれて、今日までお世話になって感謝しています。ただ、犯人が誰であれ、今後のためにも私なりのネットワークでいろんな職種の方にお願いして、村をはじめ、手紙のことに関し、一斉に調べていただいております。主人は嫌がらせをただ回避できればと思っていますが、私はその真意をどうしても知りたいのです。ご心配いただいている子供のことですけど、きちんと防衛策を練っており実行しています。私の文章の拙さや騒ぎすぎということで、一部の方を不快にさせてしまい申し訳ありません。あとは結果のみの投稿とさせていただきます。私の不安定な時期にいろいろとアドバイスや励ましをいただきありがとうございました。感謝いたします。それから1年後の投稿。お久しぶりです。と言っても、皆様の記憶には残っていないでしょうが、1年前は大変お世話になりました。あれから怒涛のような日々が過ぎて、
我ながらよくここまで頑張って生きてきたなという感じです。今も自宅に住んでいます。引っ越しは主人が猛反対をしたのと、主人の両親の病気、主人の体調不良などで結局身動きが取れず、前回の皆さんのアドバイスの中でポストに張り紙をするという案がありました。私たち家族の至らなさへの皆様へのお詫び、それに対し教えを請うというあくまで控えめに文書を作り張り出しました。数日後に朝新聞を取りに出ると、その紙はありませんでした。四隅のテープだけ残っていたので剥がされたという感じです。その代わりにポストの中に小さな飾りのようなものが入っていました。それは決して気味が悪いものではありませんが、使い方がわからないので、とりあえず玄関の目立たないところに飾っています。複数の友人にも調べてもらいましたが、決定的なものはわからずじまい。しかし、確実にご近所の方の対応の変化があって、私たちに対して友好的な態度を示してきました。何と言いますか、うまく操られている気もしますが、暮らしやすくなったのは確かです。去年行われたお祭りも、子供の行事で欠席の旨を伝えて、お供えだけしてきました。今年もあと数ヶ月で終わりです。今年は組み分けで係になっているので、欠席をすることはできず、すごくドキドキしています。あの手紙を入れたのは村の人なのかどうか断定はできませんが、そう疑いたくなる要因もたくさんあって、今でも気持ち悪いまま残っています。前にも書きましたが、暮らしやすくはなりましたが、幸せではありません。これからまた怒りに触れたらどうなるのでしょうか。爆弾を抱えています。ちなみに主人はお供えとしてかなりの額の金額を出しました。この質問を立ち上げてから随分と経ち、お返事ができず、随分と失礼なことをしました。申し訳ありません。覚えていてくださった方もいて、嬉しく思います。主人は体調不良で、仕事を少しお休みしていました。長い間、患っていたので、病院で人間ドックに入って調べてもらいましたが、特に異常はなくて、自律神経が弱っているのだろうとのことでした。私もここのところずっと体がだるくて、いくら寝ても体調が優れません。うつも更年期障害のチェックシートも試してみましたが、全然当てはまらなくて、これまでの疲れもあるのでしょうか。質問の件ですけど、この土地は不動産会社に頼んで探していただいた土地だそうです。ここに家を建てる時も村全体で集会があって、主人は呼び出され質問攻めにあったそうです。勤務地は村の中ではありません。飾りの件ですけど、イコンとは違うようです。我が家にあるのは古びた着物の布を細かく切って何重にも巻いて形を作ったようなものです。中に何か入っていそうですけど、布の巻き終わりのところに赤い不思議なマークがしてあるので、
開けるなという意味でしょうか。今はこのような状況です。心配してくださった皆様、ありがとうございました。念仏が終わった後、地の底から響く鈍い声のようなものが聞こえ、これは恐ろしさのあまりの幻聴なのかはわからないのですけど、その声がした後、長老が奥に目をやって、顔が穏やかになったのが印象的でした。その後、木でできた大きな杯のようなもので水を回し飲みます。水道の味はしなかったので、どこからか汲み上げてきた水でしょうか。途中キョロキョロしていた私に、隣の方から注意を受けました。挨拶をしてもほとんど返してもらえないのですけど、勇気を振り絞ってお祭りのことを聞いてみたら、お前にはまだ早いとのこと。ただこのお祭りは女性限定で男性は禁止だそうです。情報はこのくらいしかありませんが、このお祭りをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。前にも書きましたが、近所の女性の自殺の件ですが、その奥様は地方の都市から嫁いできた方でしたが、この土地に馴染めず、ずっと精神科に通っていたと、ご主人様が話してくれました。私のことも心配してくれているようです。ですが、肝心なことを聞こうとすると、固く口を閉ざしてしまいます。病院に通いたくなるほどの気持ちはよくわかるんですけど。これ以降、投稿の確認はできておりません。